どうも、明けましたのでおめでとうございます。また今年も漫画紹介していくんで、どうぞよろしくお願いします。この顔出ししてからは毎回立って動画撮ってたんですけど、顔出ししてない時みたいに座ってどうにか撮れないかなと思って、ちょっと今回座りながら撮ってみようと思います。毎回その年の1本目の動画は、トーク的な動画を出してるんで、今年はどういう動画にしようかなとすごい迷ったんですけど、いつもの通りブックオフで年明けのセールがあったんで、それで買った漫画をちょっと紹介していこうかなと。全部は紹介しないけど、まず最初がこちら、エクスアーム。これ確か紹介はしたことなかったんだけど、実は前から買ってました。で、7巻までで、ね、ずっと買うのやめてたんですけど、ちょっと久しぶりに読みたくなったんで、ブックオフでこの8巻買ってきました。なんか最新巻の帯に書いてあったのかな、アニメ化企画が進行中みたいで、結構楽しみにしてます。この漫画の魅力の一つは、すごい絵がうまいっていうところがあるんで、アニメでどこまでそれが再現できるのかっていうのが結構重要になると思います。ストーリーはものすごく簡単に言うと、エクサアームっていうアイテムみたいなのがあって、いろんな能力があるんですけど、それをめぐった SF 漫画ですね。一応この表紙の女の子はアンドロイドで、主人公、男なんですけど、主人公も人間だったのが、いろいろあってエクスアームになってしまうんですよ。それでこのヒロインたちと一緒に行動していって、事件とかを解決していくみたいな。で、最初は結構面白い時もあったんですけど、結構中盤あたりから面白いかどうかはちょっと微妙な感じになってきたんですよね。でもさっき言った通り、絵がすごい上手くて、個人的には結構好きですね。で、もう一つブックオフで買ったやつなんですけど、ハピネス678巻。ハピネスも紹介は1回も多分したことないんですけど、実は買ってたんですよ。で、読んでる方は知ってると思うんですけど、異常にストーリーが進むのが遅いんですよ。なんで一気に何冊か買おうと思って買うのをやめてたんですよね。今9巻まで出てるのかな、確か。一応話的には吸血鬼の話です。押見修造さんの作品は、悪の花はアニメで見たことがあったんですけど、漫画買ったのはこれが初めてでしたね。シリアスな展開の中に独特な間があって、それがすごい雰囲気出してますよね。それがあるからちょっとストーリーが進むのが遅いと思うんですけど、ブックオフで買った漫画は他にもあるんですけど、一応紹介はこれだけにして、最後、これは新品で買ったやつなんだけど、ハッピーエンド第4巻。これはもう紹介動画も何回か出してる漫画で、もちろんこれも発売日に買ってました。発売したのいつだっけ、これ。去年の9月後半ですね。動画でも出してる通り、最近の漫画で僕が今一番先が楽しみな漫画です。なかなか動画が撮れなくて、ちょっとレビュー動画出せてなかったんで、一応今回簡単にレビューしようと思います。この第4巻も最高に面白かったんですよ。で、いよいよこのハッピーエンドの最終巻が22日に発売されるんですよ。この動画が上がってる頃にはもしかしたら過ぎてるかな。もちろん僕は予約してあるんで、発売したら速攻読むつもりなんですけど、最終巻で全てが明らかになって、衝撃的な展開で終わらせてくれると思うんで、皆さんもぜひね、ハッピーエンド買いましょう。詳しいレビューは、最終巻が出た時にまた動画でレビューしようと思います。一応ジャンルはサスペンスとかミステリーとか SF 系の漫画で、紹介動画も出してるんで、気になる方はぜひ動画見てみてください。とりあえずこの4巻まではめちゃくちゃ面白いです。そんな感じで、一応今年1本目の動画はこういう簡単な漫画紹介で終わりにしようと思います。最後に今年の目標なんですけど、チャンネル登録者を1000人にします。今の僕のチャンネル登録者数だったら500人が妥当なとこなんだけど、目標は大きくした方がいいかなということで、500人の1段階上の1000人でいきたいと思います。いつかはね、打ち切りを阻止できるくらいの影響力のある漫画紹介者になれたらいいんですけどね。まだまだ道のりは遠いです。ということで、今年もよろしくお願いします。さよなら。